皆さんこんにちは。狂人 M のマサです。今回からこちらの新しい京都ワールドにて、鉄道開拓シリーズを始めたいと思います。このシリーズでは、クリエイティブモードならではの、こんな巨大駅や、大きくておしゃれな駅、現代的な地下鉄も、美しき吊り橋も、多種多様な風景がある巨大な鉄道都市を構築していきます。とりあえず、路線距離100キロを目標にします。ただいまおりますのは、京都市吾妻原区、吾妻原駅です。今回は、初めての路線京都都市鉄道中央線、開通区間である吾妻原から万寿駅間を乗車します。雪原から熱帯雨林まで、見どころが詰まった高架路線です。早速駅構内へ入っていきましょう。万寿方面のホームへ上がっていきます。では、記念すべきパート1スタート。ホームへ上がってきました。始発駅ということで、大屋根のついた2面4線が用意されています。実は今日がこの路線の開通日でして、早速一番列車に乗って、万寿駅まで環状しようというわけです。8両編成のホームは壮大ですね。ホームドアが開かないので飛び越えちゃいます。吾妻原発車、次は氷川中駅です。列車はすぐにトンネルへと入りスピードを上げていきます。このトンネルを抜けると京都市臨海区に入ります。ご覧の通り、一面銀色の銀世界が広がっておりますね。頭皮の生い茂る空間が素敵です。良い線形を突っ走っていきます。まだ街は形成されていませんが、いずれはここにも建物が立ち並び大都市が形成されることでしょう。実際、多摩ニュータウンの京王相模原線などのように、開通時はど田舎だったが、その後ニュータウンが開発された路線というのはいくつもありますからね。この京都都市鉄道中央線もそんな成功を収めてくれるでしょう。氷川中駅入線。城の駅舎が雪と調和しています。8両編成、ホームは160もあります。天窓がいいですね。列車は再び速度を上げていきます。左手に見えてきましたのは、京都最大の老樹林です。伊手の木と呼ばれています。かっこいい名前だと思うのは私だけでしょうか。ここから今後の動画投稿について話していきます。現在この狂人 M チャンネルでは、サバイバル日記のドタバタマイクラが進行中ですが、そちらは相方のムアデア君、こちらを私マサの編集にして、これからは毎週交互に投稿していく予定です。このシリーズ京都鉄道開拓記も長く続けるシリーズになると思います。ぜひチャンネル登録よろしくね。そんなことを話してたら伊手の木駅が見えてきました。この駅は頭皮をふんだんに使っており、老樹観光の拠点駅として力を入れています。また現在唯一の島式一面の駅です。将来はここに観光特急を止める計画も。伊手の木駅を出るとカーブになります。カーブを出て加速していくと海に差し掛かります。かっこいい伊手の木駅ともお別れ。ここからは南浜と呼ばれるエリアで、川が作り出したデルタ河口です。陸上に通してもよかったのですが、前景が悪くなるということで、海を短絡する巨大な吊り橋が建設されました。見てください、この点まで届く感じ。ところで、南浜を挟んで気候もガラッと変わります。
右手の車窓にあるように、雪原と熱帯雨林が綺麗に分かれていますよね。この現象は全く説明がつきません。雪原側は京都市銀海区、森林側は黄金区となっています。黄金区という名の由来ですが、この先にはメサが広がっているんですね。残念ながら、まだメサまでは開通していませんが。まもなく南浜大橋駅です。吊り橋の間に建てられた海の駅。屋根全体が弓の子を描くようになっています。海底神殿素材が映えます。ホームの窓からは海を見渡せます。最後一つの吊り橋を抜けると、本格的に熱帯雨林地帯に突入です。さっきまで雪の中にいたとは思えませんね。しかしながら、この熱帯雨林も、いずれは開発が進むことでしょう。それに寂しさもある反面、京都発展の証でもあります。仮に発展が進んで緑が少なくなったとしても、次の駅の駅名は、豊かな緑があった時代を思い出させてくれるでしょう。その名は万寿駅。現在の終着駅でもあります。相変わらず海が近いですね。しかし反対側は立派な極層林です。見えてきたのは万寿駅。木材の駅は、緑との調和がテーマです。こちらが現在の終着駅となります。今後は先の方のメサにも延伸します。降りてみます。ホームは広々とした木目調。前衛的な広告画も貼られております。20無8両が余裕で止まれるんだからすごいです。駅舎はこんな感じ。なかなか豪華な作りです。ということで今回は、初めての路線京都都市鉄道中央線、第1区間の東原から万寿を環状しました。いかがだったでしょうか？マイクラ鉄道界にはたくさんの方々がおりますが、私のように一つ一つの駅の規模が大きい方はなかなかおりません。これからも、見応えのある街づくりを行っていきたいと思っています。ご要望、駅名希望などどんどん送ってください。そしてチャンネル登録を忘れなきよう。京都鉄道開拓記をよろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。